マッドモチャンネル、バイク。S1000XR、壊れる。2023年10月13日、会社のメンバーでツーリングに行きました。S1000XR では初めてです。道の駅、上野でお昼は蕎麦をいただきました。その日は天気も良く、最高のツーリング日和です。秩父の小鹿神社や、道の駅、足立後に寄ったりしました。バイクも調子よく良いツーリングだったなぁと帰る途中、なんかライトが暗くなったなぁとふと電圧計を見ると、エンジンがかかっているにもかかわらずどんどん電圧が下がってきました。家の近くのガソリンスタンドに向かう途中、ついに電圧は 12V を下回り、ライトが消え、ウインカーが出なくなり、メーカーにダイナミック ESA 異常が出て、乗り心地がひどくなり、ついにはメーターも消えました。暗くなってきたので危険を感じ、エンジンかけ直したらエラーも消えるかもしれないと思って、道端に止まり、エンジンをかけ直そうとしたら、当然電圧不足でかかりませんでした。しばらく固まっていましたが、幸い、家まで1キロぐらいのところだったので、押して帰ることにしました。軽いレーシングマシンではないし、少し上りだったので、かなりきつかったです。私の人生にたびたび起きる、不幸中の幸いにより、帰宅することはできましたが、原因は一体、何だったのでしょうか。今まで使ったことがない、リチウムイオンの将来バッテリーなのでしょうか。次回に続きます。また見てくださいね。マトモチャンネル。